んでくれたあの警視庁の方が必ず迎えに来きますからって言ってくれた時は、もうみんなで安心して、涙しましまた <laughs> 本当につらい中ですけれども、今、桃香さんがおっしゃったように、助けは必ず来ます、どうか希望を捨てずに過ごしてもらいたいなと思います。そしてこの鈴市では 午後三時半時点で、ガソリンスタンドに燃料も今日供給されました。ライフラインも徐々にですが、確保されつつあります。以上、こちらから中継でした。鈴市からでした。続いて輪島市と中継をつなぎます。お願いします。はい、え、私は今輪島市内の住宅街にいます。 日が落ちるとともにどんどん気温が下がってきてかなり肌寒い状況になってきましたこちらの通り見てみますと分かる通りこちら側の建物がほとんど原形をとどめていないほどに倒壊してしまっていますがれきの中をよく見てみるとコレクションしていたであろうものなども見えまして大切にしていた宝物が一瞬で奪われてしまうこの震災の恐ろしさというものを物語っていましたまたですねこちら目線上げてみますと 電線が手が,手が届くところまで垂れ下がってしまっています本当にですね大人であれば頭にはついてしまうような高さなので非常に危険な状態かというふうに思いますこの近くに住んでいる方にお話を伺いましたところお話を伺いましたところ自分の建物は倒壊まではしていないがかなり傾いてしまった 2階に上がると建物全体がぐらぐら揺れてしまっているそんな感覚がする次大きな余震が来てしまったら建物が崩れてしまうだろうとそういうふうに不安の思いを口にしていましたまた別の方はですね自分の家も大きく倒壊してしまったにもかかわらず道路のガラスを掃除して通った車がパンクしないようにと人のための行動をしておりました今だんだだんんですね日が落ちててててて暗くなっっきしてしまっていまいあそこに1つだけ

珠洲市の中学校のグラウンドに降り立つドクターヘリ降りてきたのは道路が寸断して孤立した輪島市の避難所から救出された人たちです涙しかでもごめんなさい思い出したら本当にごめんなさい子供たちもよく頑張ってくれてみんなでちゃんと無事に帰ってこられて命あっただけでも本当に感謝してます 女性らが取り残されていたのは人気の観光スポット、白米千枚田近くの道の駅周辺の国道が土砂崩れで通れず、およそ90人が車中泊を続けていたといいます県外から来られている方がすごくたくさんいたので毛布も欲しかったんですけどそれよりも先に <laughs> とにかく救助してあげてほしいですね、孤立している方たちは。はい 発生から5日目、生存率が大幅に下がるとされる72時間を超えた今日も、各地では懸命な救助活動が行われています。え、今救助犬を連れた自衛隊による行方不明者の捜索が始まりました。和島市では救助犬を連れた隊員が倒壊した住宅に生き埋めになった人がいないか声をかけながら捜索しました。 誰かいませんか。誰かいませんか。危険と隣り合わせの救助活動が続きます。日本全国から、あの助けに来ていただいて。ごめんなさい。ありがたいです <laughs>。現在1時半の七尾港です。 救援物資の積み下ろしが始まりましたこうした中支援物資を積んだ国交省の船が今日昼ごろ七尾市の港に到着しました食品や簡易トイレなどをこれから陸路で輪島市に届ける予定だということです輪島市です こちらのガソリンスタンドでは昨日から給油できるということでこのように長蛇の列ができていますちょっとでも助かりますわもう昨日も一回来たんやけどものすごい風があって戻ったん今もそこ泊まれたんぺ園に来てガスリン少しでも節約できるようにと北陸では明日から広い範囲で雨となり週明け8日にかけては大雪の恐れがあります 先の見えない生活を送る被災者たちへの支援が急がれます能登半島地震での県内の死者はこれまでに94人に上っていますまた県は連絡が取れない安否不明者222人の氏名などを公表しています地震による県内の死者は今日午後4時半までで95人に上っています内訳は和島市で55人 珠洲市で23人、穴水町で6人、七尾市で5人、鹿町で2人、能登町で2人、白衣市で1人です。また連絡が取れない安否不明者は午後2時時点で222人となっています。今日午後4時過ぎに地震発生から丸4日が経ちましたが輪島市で14地区、能登町で5地区、 珠洲市で3地区穴水町で1地区と複数の集落で未だに孤立状態が続いています現在人数を確認している輪島市を除き少なくともおよそ160人が孤立していますまた県内で14の市と町合わせて371カ所の避難所で3万2000人余りが避難しています 能登方面に向かう道路で深刻な渋滞が発生しているとして県は明日からの3連休について能登方面への移動を極力控えるよう呼びかけています被災地では水や食料だけでなく簡易トイレなど生活必需品が足りていない状況が続いています長谷知事は今朝支援物資の受け入れ拠点となっている金沢の県産業展示館を視察しました 金沢市の県産業展示館4号館には県と災害協定を結んでいる全国の自治体や民間企業から届いた食料や毛布、カイロなどが次々と運び込まれています集まった支援物資は各避難所などへ陸路で送るほか道路が寸断されているところには空路やカイロで運び込んでいるということです はい、元の先の方ですね、そこは足りてないのは聞いてますので、うん、なるべくその被災地の方に届くように、はい、準備してます外浦249、ここは十何か所、崖崩れで分断されています、そこにヘリで順次、届けられるのかどうかが、時間の問題です。一方、被災地に個人でも支援物資を届ける動きが。 自治体を通じて始まりました小松市では支援物資として簡易トイレや乳児用の粉ミルクトイレットペーパー、おむつなど生理用品の六品目を市民から受け付けています受け入れは未開封のもので各品目十個以上からで小松市の小松ドームには初日から市民が次々と持ち込んでいました支援物資、ねこういう時こそ 使っていただければと思って、えー、今日新聞で拝見して、えー、今日持ってきました支援物資を供給する窓口は石川県で現在は企業や団体、自治体から届く支援物資のみ受け付けていて小松市は義援金などでの支援も呼びかけていますでは県内の公立小中学校の始業式の情報です 各自治体の教育委員会などによりますと通常どおり1月9日に行われるのは加賀市、小松市白山市、能美市、川北町野々市市、金沢市、か北市、つばた町、宝達清水町です。

JR 七尾線は金沢駅と高松駅の間で折り返し運転を行っています高松駅と和倉温泉駅の間は運転を見合わせていてこのうち高松駅と白井駅間の運転再開には少なくとも2週間以上かかる見込みです一方、白井駅と和倉温泉駅の間は設備への被害が大きく運転再開の見込みは立っていません 北陸新幹線や JR 北陸線、IR 石川鉄道は平常通り運転しています。空の便です。能登空港は滑走路にひび割れが見つかり、民間機の運航再開は早くとも今月二十五日以降になる見通しです。小松空港は明日も羽田航空の滑走路が使用できない影響で一部の便が欠航します。道路の情報です。 能登里山街道は、今日午後から徳田大津インターより南の区間で通行ができるようになったほか、能逸自動車道も、七尾から富山・高岡方面への通行が可能になっています。一方、県は人命救助や支援物資の輸送を優先するため、明日からの3連休も能登方面への移動は極力控えるよう呼びかけています。